はい、どうもこちらです。今回は、モンストのモンタマ、ね、これ引いていきたいと思います。やっとね、モンタマレベル4まで溜まりました。長いですね、道のりが。もうこれね、ま、警告が出るぐらいまで粘りましたよ、頑張って。で、途中で覇者の塔とか挟んだんで、覇者の塔やってると、スタミナ全部使う上に、これ、溜まんないんだよね、ポイント。だからね、途中ですっごい急ブレーキしたんだけど、なんとかここまで来ました。はい、ということで、キスリラと天草が出るんで、ちょっとね、ファイナルファンタジーコラボでもうあれだけ爆死したんで、だって26連ぐらいしたよね。で、あれ、もう一回も出てないんで、ここでね、バスと出てくんないとちょっとね、俺嫌になっちゃいます。嘘。嫌にはなんないけど、楽しくやらせてもらってるんですけど、欲しいな。天草白も、キスリラも両方持ってないんで、どっちか出てくれたら嬉しいです。はい、一度引いたら再度引き直すことはできません。本当に嬉しいですか。はい、よろしいです。確定はコーナーいいよね。ストライクショットもイヤホンしてないんでわかんないんですけど。はい、行け。ちょっと使えるキャラでお願い。本当に。本当に。バッハとかそういうのやめて。もうなんか鳥の時点でなんかもう嫌な予感しかしないもん。あ、マモン？マモンはいいんじゃない？マモンってあれだよね。確か壁にぶつかったら反射タイプに戻るみたいなやつじゃなかったっけ？確か違ったっけ？貫通になってなんか反射で戻るみたいな、なんか結構強キャラだった気がするんだけど、気のせいですかね。あ、そうだよね、貫通タイプになる、壁に触れると反射タイプに戻る。これね、カチーンといけんだよね。これいいね。で、フレアいいね。あ、でもまた木の重力か。もう木の重力枠ね、俺たくさん持ってんだよ。あ、飛行重力、飛行重力、飛行重力、こっちの方が使えるな。あれ、これも同じじゃん。貫通タイプなら、あれ、壁に触れると反射タイプに戻る。あれ、でもターンが違った気がするんだけど、8ターンじゃなかった。そうだよね。ってことはこっちの方が多分自強化のそのパーセンテージが高いのかな。うわー、これ嬉しいな。でもよかった、変なのじゃなくて。マモンだったらまだ使えるんでね、これは嬉しいな。飛行がついてるのはだいぶありがたいな。こっちだな、多分俺は。うん、未だにロビンフットとか俺持ってないんで、まあその代わりとして使いたいと思います。はい、この動画良かったらグッド評価お願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで以上、モンタマレベル4のガチャ動画でございました。ごちそうさまでした。